おはようございます。本日も結構雲ありますね。最高気温29度だったかなと思うんだけど、昨日のが暑かったかな、最高気温は31度だったと思うんだけど。まあですがもうね、ぐんぐんとね、気温上がっておりまして、お父さんね、朝一カイロに行ったんですけれども、もう暑いからお散歩行かれないねって言ってね、帰ってまいりまして、今日はなので、散歩はね、なしで、みんなでね、リビングで今、ゴロゴロしておりますが、まあということでね、本日は土曜日なので、週一のね、グロッサリーショッピング出ようと思っております。ただいま11時になります。すごい音してるけど、そうリサイクルで大量にあるので、まずはリサイクルセンター行ってね、リサイクル出して、それからどこかでランチして、でお買い物してね、帰ってこようということになりましたので、お父さんよろしくお願いしますね、今日もね。はい、はい、それでは行ってきまーす。リサイクルセンター着きましたのでね、これどんどん下ろしてやっていこうと思います。今日人多いね、っていうかフォースの後はね多いんだよね。こうやってリサイクル持ってくる人多いからさ、お父さん多分コンテナ持ってきてくれるので協力してやっていこうと思います。リサイクルね出してまいりました。私たち並んだ時はね少なかったから良かったけど、私たちの後ろすごい並んでたね。うん、今回はね66ドル77セットになりました。ではこれからランチお寿司食べに行きましょうってことになりましたので、向かおうと思います。着きました。私はキティちゃんのガチャガチャが欲しいんです。行ってきます。すぐ入れたのでね、てか空いてる、もりもり食べております。お父さんね、いかが？もう美味しいですね。はい。あ、お腹いっぱい。これがガチャガチャ出てきた。これじゃないのが欲しかった。まあ仕方ないね。どっから行こうかね、とりあえずぐるぐるっとお買い物してね帰ろうと思います。ホールフーズ来ました、行ってきます。コスコ来ました、行ってきます。ウォルマート来ました、行ってきます。トレーダージョーズ来ました、行ってきます。お家帰ってきました。風が強くて、ここにはいろんなもの落ちてるね。おトイレタイム出てまいりましたが、ずっと我慢してたみたいでシートにしてなかったんだよね。スキーしました。プー、よかったね。タムちゃんも押したの、その眩しそうなお目目なーにーね。ありがとね、嬉しいわね。コメナもね、もうお家入るでやんちは言ってる。はいはいはい、お家入ろう。はいね。コメカもお父さん気になるか見に行きたいのね。はい、なんじゃ、東京で。いやー、よう言ってる。じゃあもうちょっとサムちゃんと一緒に思いましょう。お父さんお荷物運んでくれてるからね。まあ荷物が来るまで私ね仕事ないから。なんかあの子お腹についてる、お腹。東京で。なんかついてないお腹に。あ、ついてる。葉っぱついてたお腹に。取れました。にょにょ、まんぶさん。うん、行くしゃしゃたんだもんね。お家入ろうよ。お父さん見に行こう、一緒に。あ、いい子だな。じゃあお父さん見に行きましょう、どうぞ。ヘボミタもありがとうね。お買い物してきたものバーッと出しましたので、まずコスコで、お父さんほんとフラン好きなんだよね。で、これあって、買ってもいいよって言ったら、最初通り過ぎたんだけど、いいって言われたもんだからニコニコしてもろって入れてました。12個入り。冷蔵庫入るかな。レイズのこの BLT の美味しかったからね、大きいの買おうかって言ってコスコで大きいの買いました。アボカド、セロリ、芽キャベツ、マッシュルーム。で、このクゼフクのサーディーンが売ってて、照り焼きソースって書いてあったから、まあ何もない時にねパッとね缶詰じゃなくてこういうパウチかになってるっぽいのでね出せるかなと思って、こうキャンプとかさハイキングにも持っていけるって書いてあるし、いいじゃんと思ってお泊り行く時とかにもね、で買ってみました。卵とコーンで、ホールフーズでこのバケット、これ美味しかった。でこれはグリーンリーフで、これはヘアルームトマト、オレンジっぽいやつを購入しました。でスカイラーレイね、もう最後だと思う、4パックしかなくて端っこの方にね、どうだろうと思ってんだけど、とりあえず2パックね。これは桃でしょ。で、お父さん、ちょっと見たことないやつあったからって言ってね、これ買ってましたね。ジャパニーズラガーだって。で、ウォルマットでチューブのガーリックとジンジャーで、おネギを2束と、今回はね、スムスムーブのペッパーミントあった。オーラルリンスですね。トゥルダージョーズでは、ベジウォッシュ、トマト、タヒニ、ニンジン、ルッコラを3袋。先週2袋購入したらね、昨日ね、足りなくて、お父さんすごいね、お野菜食べたみたいで、先週一人ランチでね、なので3袋購入した。あとこれ、これもビールだけど、お父さんソルト&ライムラガーってどんな味なんだろうって言ってね購入してましたね。購入してきたものは以上になります。それからお家帰ってきてからね、いろいろ荷物が届いてて、サムちゃんのね、私リードがずっと欲しくって、でもちょっと太いかな、ずっとねポミ君のお下がり使ってたんだけどね、サムちゃん用にと思って、ハイビスカスかなの柄のやつ、チューイとディズニーがコラボしてて、そういっぱいあるの、ディズニーの商品が注意で、これをね購入したの
と、でもう一個注意、これワンちゃんを入れられるハイキング用のリュック、荷物も入れられるし、ワンちゃん入れてここに入れて、こうちゃちゃんとつなぐやつも入ってて、棒が入っててしっかりとね立てられて、でこうやって閉めて、ここからねお顔も出せるの、この写真みたいな感じで、ここには人間用の荷物も入るしね、豚用ですよ。そうやっぱポミクね、ちょっとずつあれだからさ、疲れた時用にね、旅行行ってハイキングする時とかに欲しいねって言ってて、でサムちゃんのねリーシュを購入するついでにこちらを購入しました。入ってみるポミ、お試ししてみる。おーしょーしゅるの、分かった。じゃあ今トシャンやってくれるから待ってて。あとはこれはクラバッグ、このぐらいのサイズ感のソフトの、ハードじゃなくてが欲しいねって言ってて、ちょっとお出かけしたりとかするときにね、これをね購入してましたね。どうかなポミタ、できるかな上手に。あれない、いたいたいた、待ってて、棒入れたんだって。ちょっとそれをするでやんちよ、ちゃんと固定できるかね。待ってたんだよポミって言ってたら、なんでやんちかねって、はい、よっこいしょ、上手。お、難易度が高い。板入って、何種類でやんちかみたいな感じだけど、板入りな、大丈夫大丈夫大丈夫、はいインして上手ぶーちゃん。ちょっと待ってな、フィーズルでやんちのかみたいな入りました。はい、どういう風にこれするの、くるくるって巻いて、あ、なるほどね。お、できた。ポミポミちゃん、かわいい。大丈夫かな、ポミ持つよ、よいしょ。なんでやんちかね。どうお父さん。ああ、全然いける。どうしてる、見てる周り、お鼻ヒクヒクして。なにポミ、どうそれ、いい、そうやってハイキングするんだって。ポミた疲れたらちょっと大きいかもしれないね。サムちゃんにはだいぶ大きいね。ちょっと今お父さんに写真撮ったろ、ね、私も背負ってみた。持ってもいいらしい。そうそう、そうやっても持てるの。どう、いいね、よかったね。はい、ご苦労様です。うん、どうもありがとうね、見してくれてね、成就できるのね、ありがとう。それが固め、大丈夫、いいよ、はい、はい、ご苦労さん、どうぞ、よいしょっと。あ、いいなぁボムナー、まあ、別に突っ張り棒入れなくても余裕そうだったけど、そうね、うん、快適空間がよろしければ突っ張り棒入れた方がいい。ちょっと電池切れちゃったけど、タムチャが入る時もあるけど、またチュワって言ってる。もっともっと大きいワンちゃんまでね入れられるので、一応サイズ表記はね。ボミよかったね、なんだかんだやっててまだ閉まってないから急がないとね、しまいましょう。と掃除機かけたりなんだりして、少し休憩して暗くなってからねお散歩は出ようと思ってます。あたちもあたちも言ってさ、入りたかったみたいで、ちょっと固定してないからあれだけど、入りたかったんでしょ。いいよ、もうおしまいにして、怒っちゃったら嫌だからお父さん。あ、そうなの、やめて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 、怖い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 、だってもうこの状態だもんずっと。ニュルンってね、タちゃんも絶対ハーネスしないとダメ、ね、でも私もしてみたかったのよね、よかったね。それではね、みんなご飯食べましたので、お散歩行ってこようと思います。帰ってきてからね、ちょっとお家のことして、私はソファーでお昼寝しておりました。お父さんはお昼寝してた？うん、タムちゃんがくっついてくれてましたね。ということで、本日も高級住宅街行こうって言っておりましたので、行ってこようと思います。行ってきます。ニコニコいいよ、ボタンいいですか、ボタンいいですか、こっち下になってるんで、よかったね、タムちゃんね、すごいうねうねしてるけど、ブレイクダンス上手ね、タムちゃんね。お父さん、いいよって見てる、え、すごいすごいすごい、ここよって。どうしたの今日？いつまでやんの？気が済むまでやるのよって。はい。どうしたの？もう今日外で寝ないよ。どういうこと？ちょっと芝が深いね。
ウサちゃんいる。見つけた？見つけてないね。マイペースに歩いてらっしゃる。近い。いるわねって言って。そこにいたの。追いかけっこしないわよって。仲良さしたいのよって。お友達になりましょって。今そういう感じじゃなかったよ。お友達になりたかったのよね、タムちゃんね。助けてきました。お水飲んだの？よかったね。タムちゃんは？はい、お服よって。お父さん呼んでますよ。入ってください。にゃにゃんや拭いたらね、のんびりしゃんしててね。人間のね、ご飯やっていきましょう。ということでね、ご飯でいきましょう。食べようと思います。お父さんもシャワー浴びました。先に包んでくれて、焼いたりなんだりしてる間にね、シャワー浴びてきてくれたんですけども、今日ね、餃子にいたしました。ちょっとね、くっついちゃってあれだったんだけど、ちょっと剥がれちゃってるけど、まあまあまあ、ということで、もう一プレート分あります。適当サラダとベビーブロッコリーの和え物と大根の和え物、お味噌汁、きゅうり、お漬物、タレはニンニク醤油と黒酢、これは味噌ポンごまだれですね。にした餃子。へー。好きに味変して食べてくださいっていうことで、なので2つお皿があったんだけど、今日ね、洗い物が多いから先にディショーシャー回してから私はね、ゆっくり食べようと思います。後でお父さんにね、感想聞きましょう。いかがですか、お父さん。これうまい。ごまタレちょっと味濃いけど、うん、ちょっとだけつけんなよ。美味しい。なんで今までやってない？熱い。うん、そう、うん、まあ醤油と私は酢が好きだからさ。でもいろいろ試したらいいかなと思って。美味しいですか？ありがとうございます。いいえ。まあ大葉が好きな方、この中大葉入れて味噌に梅入れてもいいよね。あ、なるほどね。うん、さっぱりするんじゃない？ニラじゃなくてシラントル入れたらどうなの？シラントルのも美味しいよ。ね。うん、だから全部ひき肉にほら同じにしないで入れればいいんだよね。ちょびっと分けてとかしてね。まあまあまあ、ということで、ディショーシャーも回しましたので、私もゆっくり食べようと思います。それではいただきます。ただいま11時45分です。お父さん食後ね、もう横になったと思ったら寝ましたね。すごい早技。ソニックはね、なおなお言ってね、どこ行ったかな。ゲストルーム空いてるからね、ゲストルームにいるとも思うんだけど、いましたね。食後でねんねしゅんの好きなんだけど、そこはねんねしててくらっしゃい。ポミクはミッキーさん行って、タミちゃんはお父さんと仲良さしてますね。ギュムッと顔突っ込んでおりますけれども、そうそう、ここのね、外の電気が消えてるんだよねって言っても分かんないよね。こっちが明るいから、ここ消したらわかるから。ついてないの、切れちゃったみたい。暗いんだよね。まあキッチンとダイニングの電気つけてれば大丈夫だと思うから。もうそろそろポミさんも寝かさなきゃいけないしね。出てきましたね。空いたから行くでやんちかって言って。そうだね、ちょっと待っててね。私は1回目のディショーシャー終わって、まあ多分もうそろそろ熱々ではなくなってると思うから、触れるぐらいになってると思うので、片付けて残ってる洗い物して、でポミさんも寝かして、でシャワーしてから少し編集して、これを時間になりましたら休もうと思っております。本日も仲良しさんでね、同じところで念にしておりますが、サニ君は私がね、シャワー浴びて上がってきた後までね、落ち着かずにね、なおなお言ってね、暴れんぼしておりましたけれども、あれ静かになったなと思ってたら、ポミがベッドルームでまだ窓を開けて風通してたんだけど、私のね、枕元やってまいりまして、コロンと横になってね、多分ねサニフがここ入ってきたからやってきたんじゃないかなと思うんだけど、私がねベッドルームから出て行こうとしたらね、蓋も行くでやんちよって言ってね、ついてきてね、ここ入りましたね。サニフ、やちゅみ、コードが頭に乗ってませんか？ちょっと邪魔だなって思ってる、もしかして。まあそうだね、これは邪魔だよね。どっかにくっつけたいんだよね。ちょっと置き場所考えた方がいいかな、どうかなと思ってるんですけれども。お買い物出たりとかして人間留守にすることあるけど、まあもう私たちがお泊まり行ってサニクだけお家でお留守番とかもないから、このモニターもちょっと置き場所を考えていかなきゃななんて思ってて、カウンターに置いてあるやつもね、両面テープでくっつけられるから違うところにくっつけてもいいのかななんても思ってるんだけど、このね壁はねザラザラしてるからさ、くっつかないので、やっぱり上手にね。ねえ、シャニク、今日落ち着きませんでしたね、全然ね。最近ね、暑いのはやっぱりどうも苦手になってきてるのかな、どうなのかなと思ってるんだけど、前もねそんなにね暑そうにしてね涼んでるっていう感じはねなかったんだけど、そこまでね。ですがここね数日ねめっちゃ涼んでるんだよね。床でゴロンとしてたりとか、冷風機の前でドデンと横になってたりとか、コーヒーテーブルの上でも横になってたりとか、できる限り涼しいねところに行こうとするから、ちょっと暑いのかななんて思ってるんだけど、まあですが別にバレてるっていう感じはないかなと思うんだけど、ご飯もねしっかり食べるし、大運動会もね毎日ね繰り広げておりますので、様子は見ていかなきゃなと思ってね。この暑さが重なって答えてきてバテるっていうこともあると思うから、やっぱりお年寄りだ
からね、体調も崩しやすくなってるとは思うので、まあ、このひんやりベッド気に入ってね、入っておりますので。ねえ、ひょにくん。まあ、だけどね、こう体触ると、こう熱持ってて、暑いっていう感じはないから、脇の下とかこういうね、足の付け根とか。にゃんこちゃんは肉球に汗かくけど、肉球がね、汗でびちょびちょでっていうこともないから、とは思っているんだけど、夏本番になってきたね。まあ、私、そうだな、この子たち来てからね、エアコンをつけない夏っていうのは、今までなかったから、やっぱり人間はね、大丈夫でも、やっぱりこの子たちの快適な温度を保ちたいなと思って。あともうちょっとですからね。もうちょっとだから頑張ろうね、谷くん。お願いね。ママもね、涼しく過ごせるね、工夫しますからね。どうぞよろしくお願いします。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝にしてください。おやじゅみーん。おみなもやちゅみー。ポポコリンショしてるにょ？リラックシューなのいいね。何くと一緒にリラックシューで。めっちゃ長くなってるよね。サニもポミも。ポミだ、今日いいやつ履いてたじゃん。あれ何？お父さんお背中背負ってくれたじゃん。豚のバッグでやんちよってお父さん一生懸命説明してましたけど。お泊まりさんやらお出かけやら行ってね、ハイキングするときね。ポミとかもちろん歩きたいときは歩けばいいと思うし、でも疲れちゃったらね、入ってお父さんが背負ってくれるからハイキング行こうねって、いろんなところ行けるねポミこれでねってお父さん言ってたじゃん。ねえ、その昔ね、一つね諦めたトレイルありましたけどね、ポミタが途中で落ち目から血出ちゃってね、あれもこれの中入ってったら行けるかね言ってたけど、お父さん登れるかねどうかね。お父さんもあの時から年取ってるもんね。まあもちろんサムは元気だけど、ちょっとね岩場がね大きいからね、駆け登るのは難しいんじゃないかなとは思ってるんだけど、行けたら行きたいな、また行きたいな言ってたけど、お父さんどうだろうね。ママも大変だと思うわ。お父さんはねポミ君背負ってるからもっともっと大変かもしれないけど、まあとにかくこれでね、次どこかね行くときね安心ですから、よかったねポミね。特にね嫌がらずにねちょこんと入っておりまして、まあね今日ねキョトーンとはしてたけど、彼お出かけすごく好きだし、お散歩行ったりねハイキングも大好きだから、これ入ったらお出かけがイコールになったら、多分もうニコニコしてねご機嫌さんでね入るんじゃないかなと思って、むしろどっか行きたいから置いといたら自ら進んで入ってる可能性もあるななんて思って、まあなので次のお泊まりだったりお出かけでね覚えてくれるんじゃないかなと思っておりますので、基本的にはポミと入るけど、タムちゃんがね入る時もありますし、多分ねポミクとタムちゃんね一緒にも入れるんじゃないかなっていうぐらいねスペースあったからね、まあちょびっと狭いかもしれないけど、そんな時もあるかもしれませんけど、仲良く誓っていきましょうね。よろしくお願いしますね。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねねしてください。おやちゅみー、ダメダメ、おやちゅみー。あたちはマイペーシュですね。まあずっとお父さんにねくっついて寝てたんですけど、お父さんがねむくっと起きてね、あーもうベッドルーム行くわねっていうのが分かったらね、さっとここ乗ってねグースカピーとね寝始めましたね。ちょっとまあお父さんの様子伺ってはいたけど、あでも今日ママと一緒にお昼寝もしてくれてたよねタムちゃんね。お父さんもゴロゴロしてたけど、ママにくっちゅくあいを言ってくっついてくれてたのよね。お父さんにママとくっちゅいて、おにゃの子同士の秘密の話があったのかって聞かれてましたけど、秘密の話あったのタムちゃん。いろいろあるわよね、お父さんには秘密なこといっぱいあるもんね。今日タムちゃんよかったじゃない、お散歩いっちゅもね、あそこ階段降りてね、あたち公園の方に行きたいのよってねアピールしてるんだけどね、ポミが住宅街行くのが好きだから、ポミがね住宅街行くでやんちょってスタスタスタってね歩いていくとね、あそっち行くのねって言ってね、サムちゃん絶対ついていくから、自分が行きたい方向をアピールはするんだけど、ポミの言うことはねしっかり聞くんだよね。そうそこはすごく上下関係しっかりしてるんだなって思うんだけど、でも今日ポミがね降りてもいいでやんちょって言ってよく言ってね、サムちゃんね芝生でゴロン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 してましたけど、お父さんにゃー言われてたけど、お父さんもまあ諦めてたね、もういいって言ってポミクがお水飲んでそこで行いましたね。タニクは体勢変えてるけど、タムちゃんシャンプーだな言ってたけど、お父さんタムちゃんどうやってシャンプー入れようかな言ってたけど、いいのよねゴロンゴロンしたんだもんね、したらいいと思うよママは。あそれからタムちゃん今日なんかバッグの中入りましたけどいかがでした、あたちここから飛び出したるわよみたいな体勢で入ってたけど、あれポミクがねちゅかれちゃったよってなった時にね入るねリュックですからね、もちろんサムちゃんもアブニャンワヨーの時に入っていただくことあると思いますけど、まあヤーヨーっていう感じは今日なかったかなと思うんだけど、今すぐここから飛び出しわよみたいな感じではなくね、お利口さん入ってくださいね、お願いしますね。まあもちろんねしっかりねハーネスしてね固定
してね、入ってもらうようにはしますけれども。これでね、お泊まりさんやお出かけさんね、どうしようかねって思ってたけど、いろいろ行けそうですから、またね、いろんなとこ連れてってもらおうね、お父さんにね。今日も一日ありがとうね。ゆっくりにしてください。おやじゅみー。本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね、3時過ぎになります。最近3時がね、いつも通りの時間になってきてしまってるなと思ってるんですけれども、お父さんですね、ソファーで眠っておりましたが、私シャワー浴びてリビング出てきた時に起こしまして、それが2時ぐらいだったかなと思うんだけど、お水持って歯磨きしてね、ベッドルーム行きまして、まあ多分ね、静かだからもうね、ぐっすりと眠ってるんじゃないかなと思います。ということで、本日はリサイクル出しに行ってランチ食べてね、それでその後お買い物してね、帰ってきた一日だったんですけれども、リサイクルね結構溜まっておりまして、先々週ぐらいかなにね、そろそろ行かないとねなんてね話をしていて、今日お父さんが帰ってきたとかに一緒にゴロゴロしながらリサイクル出しに行ってランチ食べてお買い物して帰ってこようかってねなりまして、行ってきたんですけれども、まあ基本的にうちのリサイクル大半はペットボトルなんですよね。お水いっぱい飲むから半分以上はペットボトルで、その次が缶もね、炭酸水とか、お父さんビール飲んだり、まあお酒飲むので、でね、瓶がね時折ね、またビールとかなんだけど出るんですが、毎回ね車ね後ろが見えないぐらいねパンパンにね積んでね行くんだけど、以前ねうちの近くにもそのリサイクル出しに行けるところあったんだけど、ビジネスがクローズしちゃってなんていうねお話したかなと思うんですけれども、まあ同じ場所で違う会社がねまたリサイクルのビジネスを始めまして、前はねトラックのコンテナみたいのが2つ置いてあったんですけれども、今ねなんかちょっとした建物っていうのかなが建っていて、まあ今日はねきっとね混雑するだろうなと思ってたから、いつも行ってるですねリサイクルセンター行ってきたんですけれども、またいつかねその新しくオープンした、あれはなんだろう、リサイクル場なのかなにもね行ってみたいななんて思っております。あ、それからですね、今日お買い物帰ってきた後ね、荷物いくつか届いておりましたけれども、ワンちゃんを入れて背負えるリュックですねが届きまして、ペットショップとかでもちょこちょこ見たんですけれども、ワンちゃんのみ入れて背負えるものばっかりで、もちろんね重くなるし大きくはなるけど、ワンちゃんとまあお水とかね人間のちょっとした荷物っていうのかな、入れられるものないかねって探して、そしたらね今回購入したあのリュックの会社のみぐらいしかね、そういったタイプのものを見つけられなかったんですけれども、まあ、もっとねしっかり探したらねあるのかな、どうなのかななんて思ってるんだけど、パパッと検索してもうすぐ出てきたのがあれだったんだよね。形も良かったし、しっかりしてるしね、アウトドア向きだねって言って、もうちょっとおしゃれなスタイリッシュな感じの、もう街中向きみたいなタイプのリュックもあったんだけど、まあ、うちはその目的としてハイキング行ったりとかするときに使いたいなって思っているので、まあアウトドア向けの方がいいから、私ねサブちゃんのリーシュもずっと欲しかったから検索してて、注意であって、そのついでになんか背負えるものと思って検索したらあれが出てきて、お父さんにこれどうって見せたら大ヒットいたしまして、もうすぐに購入してたんですけれども、トミ君ね、まあ普段のお散歩はそんな問題ないかなとは思うんですけれども、まあねやっぱり歩き方変わってきてね、もちろん走ったりもするし、スタスタスタって歩く時もあるけれども、もう最近は私たちの前にどんどん出てって先へ先へ行くっていうのはねなくなって、だいたい横かね半歩後ろを取って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 とね歩いてるんだけど、でねやっぱり心臓のこともあるから無理もさせたくないけど、やっぱり楽しむことは楽しみたいなって思ってて、トミね本当にねお出かけ大好きだしね、お泊まり行くよハイキング行くよ言うとね、もう嬉しくて嬉しくてねテンション上げておりますが、まだまだねできる限りねいろんなところね一緒に行きたいなと思って、じゃあどうしようかってなって、もちろんポミ君ねお散歩大好き、歩くの大好きだから、歩ける時は歩いて楽しむけど、やっぱりね私たち様子見てね疲れてるな大変そうだなと思ったら、バッグなりスリングなり何かに入ってもらって一緒にね歩くようにした方がいいよねってねなりまして、まあとにかくねすごくね理想的な形のいいリュック見つけられたのでね、かなりね作りもねしっかりしててね、どのぐらいだったっけな、中型犬ぐらいまではね OK ですよみたいなこと書いてあった
かなと思うんだけど、ちょっと何パウンドまでだったかっていうのはね、覚えてなくて大変申し訳ないんですけれども、今年はねちょっとね冬の旅行にはね行けなかったんですけれども、夏とね秋はね行きたいねってお父さん言ってるのでね、あのリュックね使ってね、ポメはもちろんね、みんなでね旅行をね楽しみたいなと思っております。ということで本日はこの辺りで電気を消してベッドルーム行きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。